日本のファンの皆さん、こんにちは。池松ほのかです。アメリカのピッツバーグにあるロバート・モリス・ユニバーシティというところでバスケットボールをしています。4年生になりましたが、コロナの状況でいろいろ自分の思うようにはいってませんが、チームメイトと仲良く、1分1秒を大切に生活しています。日本の状況はよくわかりませんが、皆さんも健康で生活していると嬉しいです。いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。1年生の時から始めたら、正直このチームって、なんか、プレータイムを分ける。みんなが、貢献して勝つみたいなチームなんですね。だからポイントガードが2人だったら20分20分みたいなのが、コーチは結構それが目標っていうか、そうしたい感じの思いがあって、まあ正直1年生の時は怪我人が多かったんで、ワンスポイントガードしたり、ツースポットをしたりで、まあある意味運が良かったと思います。で、2年生になってやっぱ怪我人も戻ってきたし、1年生も入ってくることによってガードの人数が増えたんで、まあ、役割も変わったし、まあそんな感じで、まあ変化に対応しないといけない年だったというか、まあ自分も若かったからプレータイムが少なくなって落ち込んだっていうか、なんか不安っていうか、どうしたらいいんだろうっていうのもあったし、まあシュートもなかなか入んなくて、そういうのもあって、メンタル的にも、なんかこういう年だったんですね。で、3年生になって、まあ、2年生の時の経験を生かして、みたいなのもあったんですけど、それでまた、2年生の時は2スポットだったんですけど、3年生になってまたポイントガードに戻ったんですね。まあ、そういうのもあって、なんか、慣れるのにまた時間がかかってしまったり、やっぱ3年生ポイントガードって結構大事なスポットっていうか、自分がリーダーシップを取ったり、こうしたいっていう主張をしたりしないといけないっていうのに気づいたのも、なんか終盤の方で、なんか自分っていう、自分、なんか特徴を言うと、なんか変化にすぐ慣れることは得意なんですよ。適応することがすぐ得意なんですけど、自分っていうこ自分が何なのか、なんか自分が分かってない感じで、こうすぐ対応はできるんですけど、自分はどうなの、自分はどういう考えなのって聞かれた時に、何が正解なのかとかいう、その自分の考えはこうっていうことが言えなくて、なくて自分自身に、だからそのまままたこういうシーズンを送ってしまって、で今4年生になってやっとそういうこと、あ、自分がこう考えていいんだみたいな、自分に自信をちょっとずつつけてきてる感じですね。がこんな状況なので、コロナみたいな、なんかいつ試合がなくなるか分かんないっていう状況なので、やっぱ去年みたいに自分の数字とかチームの、勝率とかそういうのよりは、一試合一試合をちゃんと、今日が最後かな、最後と思って 100% で臨むことが自分の目標であって、まあそれでディフェンスでスティールとか、自分のできること、自分が練習で学んでることを出せればもっといいし、まあ、さらにオフェンス面でシュート、自分のシュートでチームを勝ちに導ければもっといいし、自分のことよりもなんかチームのことを優先するべきかなって、4年生だし、こんな状況だし、バスケットを今後どうするかもまだ分かんないので、続けるか分かんないので、まあ今を楽しもうと思ってます。昨日一昨日の試合は足を怪我して捻挫して、あら、あまり自分の 100% ではなかったんですけど、まあそれでもポイントガードが3人いるんですけど、1人フレッシュマンなんで、で、だからあんまり自分の思うようなプレーはできなかったんですけど、やっぱそれでもなんか
メンタル的に怪我のことを心配してたり、試合のことを心配してたりして、100%でなかったのが今週の反省点で、まあ、先週は、先週、先週、先週は、まあ、カンファレンスのオープニングで、で、その2日前まで、練習ができなかったんですね。隔離状態で、それを出た後2日で試合に臨まないといけなくて、かそういうのがあって、まあ、チーム的にも試合ができるコンディションではなかったから、精神的にはそうだったかもしれないけど、身体的に。そういうのもあって、まだ一度も全員でっていうチームなんかプレーができてないかなって思います。まだ序盤だって思ってますね。まあでも、いつなくなるかわかんないので、なんか、一試合一試合に向けてちゃんと、メンタル的には準備しておかないといけないなって思ってます。そうですね。だから一年、もう一年したかったら、もう1年ここに残ってやるか、どっかにトランスファーして1年やることもできるんですけど、今はそれは考えてないです。4年間のうちに一度もその4.0GPA をもらったことがないので、なんか5クラスのうち4つ A でも1つのクラスでダメだったり、 B プラスとか、やっぱ詰めが甘いのかなと思うので、最後のセメスターは絶対4ポイントを取って、成績面では。で、やっぱチームの GPA、なんていうかわかんないけど、GPA のそのアワードもかかってるんで、まあそれに最後くらい貢献して、チームの平均を上げて、なんていうんですかね、オールアメリカン GPA アワードみたいなのをもらえたらいいなと思います。まあ、全米のウィメンズバスケットボールの中での一番のアカデミックのアワードですよね。まあ、Hello, I'm Honoka Ikimatsu. I'm a senior point guard at RMU Women's Basketball Team. Thank you for su always supporting me from Japan. Let's go, Bobby Moe.